愛媛県出身です。いい推しです。ありがとう。今日はいい推しの日らしいです嬉しい。いい推しって言ってくれるありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ハートも。こんばんは、こんばんは。ありがとう。そう、今日はね、偶然ね、そう、千穂ちゃんと同じ色違いの服を着てきて。いや、私マジで千穂ちゃんと一心伝心、マジでね、本当にね、いや本当すごいと思うんですよ。何も言ってないのに、そう、2回目。そう、なんか前回もあの同じワンピースを着てきて、その時は色も一緒でマジってなって、ね、すごすぎ。ありがとう。千穂ちゃんに変な写真送ったでしょさっき。いやマジでさ、私亀子さんの写真見ててさ、千穂ちゃんがさすごい炎に包まれてる写真をさ見つけてさ、即保存してさ、千穂ちゃんに「千穂ちゃん!」ってこの写真ってさ送りました。マジでね、今回その火が出る演出があったから、みんなもうボーみたいな感じの写真がいっぱいあって、なんか私もねめっちゃね、火と共に撮られた写真がいっぱいあって、そう、なんかみんながねだんだん載せてくれてて、昨日卒コンで撮った亀子のね写真、そう載せてくれてて、それをね見てたんだけどすごいすごい、もう火でした。そう、面白いのなって、すごい、こんな奇跡的な瞬間が。ありがとう。千穂ちゃんが今その写真ポストしてた。え、嘘。なんて引いてマジで奇跡的な瞬間、本当になんかさ、すごいさ瞬間をさ撮らないとね、ああはならない。マジでありがとう。白にまいちゃんいて、そうなの。しかも抜けに私がいて、めっちゃじわじわ来て、ジホちゃん。ちゃんとも、ありがとういや見てるよ、もうめちゃくちゃ。で待って、なんかお城立った。え、あ、東京のスワンさんありがとう。え、ちょっと本当にねごめんなんだけどね、マジでねちょっとねタワーの俺をずっとできてないんですよ。東京のスワンさんありがとう。ちょっと落ち着いたら呼び出すのでお待ちください。東京のスワンさんありがとう。いえいえ、ありがとう。ありがお城今日ありがとう。話し会ね、ありがとう。築城明日はね公演なのでね、昼公演夜公演、リネタンの生誕とアンピーの卒業公演です。なんかね、もう本当に感情がごちゃごちゃですね。本当に終わりましたよ。
でもね、久しぶりの鼻だれな感じがしますね。なんでちょっと気合い入れて、頑張ります。リア中、え、話したんだよ。そう、私話したことがなくってさ、あの新井リアちゃん3期生のさ、新井リアちゃん、なんか一回ショールームでなんかギフトを投げてくれたんだけど、コメントは全然してなくって、でギフトだけ投げてくれていなくなっちゃったんだけど、でずっと話してみたかったんですけど、話す機会があんまなくって話したんですよ。そうそう、でもうなんか結構なんかクールな感じかなって思ってたんですよ、なんか見た印象でも。全然なんか話してみたら、なんか乙女めっちゃはーみたいな、ギャーってなんかすごい言ってて、もうなんか緊張、うん、めっちゃなんか緊張してた。そんなもう私ごときに緊張だなんて。そう、かわいい。なんかね、ちょっとリアちゃんの真似しよう。なんか最初話しかけたらなんか固まって、なんかみたいなって固まって、で顔隠し始めて、でなんかずっと話したいって思ってたんですけど、夢みたいです。かわいい。可愛くないですか。マジこれ、これ再現、本当に真似した今、本当にこんな感じだったの。可愛くない。可愛い。いや、かわいいの、マジでかわいい、かわいい、ありがとう。そう、15歳って言ってたな。中学生だよね。話したいな、中 3? 中 2? 中 3? え、どっちだ、中3か。14歳が中2だもんね。ありがとう。ちょ、ありがとう。ナーピと一緒、ナーピ中3か。なんかリア中、リア中、リア中、なんかはどっちのイントネーション聞いたんだけどさ、ちょっと忘れちゃった、どっちなんだっけな。リアちゃんって呼ぼう。何の中なんだろう。ナーピ中 1? え、嘘、ナーピって中学1年生なの。ナーピ中 2?あ、ナーピ中2か。やばい、みんな何歳か分かんなくなってくる。年齢は毎年重ねますからね。10ハート、ありがとう。
マイキューが15の頃アイドル目指してたか。目指してた、目指してた、目指してた、目指してた。実際さ、なんてこった、10離れてる。ノアピとは10歳離れてるかも。大丈夫、まいちゃんもまだまだ可愛いよ。何が大丈夫なんですか、そのその言葉、何が大丈夫なんだよ。逆に刺激された今。何の大丈夫や。かなな。もう怒った、怒ったよ。あんたありがとう。良くない、良くない、本当に良くないですね。タワーもらった、ありがとう。ミッキーさんありがとうございます。ありがとう。呼び出しありがとう。積み立て、いやちょっとね、本当にごめんね、私今ちょっと余裕がないんですよ、申し訳ない、ごめんね、ありがとね。ありがとうございます。うんうん、寝ないウィーク、いやそう、ちょっと明日も早いので頑張ります。明日という日が来てほしくないもんだね。うん。
アンピーのた、そうだけどアンピーの誕生日だよ。アンピー、スキピー、大好きピー、アンピー。21歳。なんかさ、メンバーの年齢でさ驚くことよくあるんだけどさ、私さ、ココアさんがさ19歳なのもさ結構驚きなんだよね。なんか今年成人式かなって言ってたけど19なんやと思って、なんかいろんな意味で驚く19か。そうつか、その20歳になったら一緒にお酒とか飲めたらいいねっていう、その話をするんですけど、19歳、いやそう、来月じゃない、今月20歳になるんや。そう、は過ぎますよ。です。ありがとうございます。貫禄ありすぎない19歳。ココアさん、でもさ、私さ、すっぴんの時めっちゃココアさん赤ちゃんに見える。赤ちゃん、本当に赤ちゃんです。赤ちゃんって言い過ぎたら怒られるかもしれない。赤ちゃん、私も赤ちゃんなわけないだろ赤ちゃんじゃないよ、本当に。もう赤ちゃんになりたいよ、もう大人よ、本当に。泣く、水分が足りない。昨日最高でした。もうみんな余韻はなくなりましたか？どうですか？浸ってる？
憶あるよ。トロッコ近くまで、ああね、嬉しい。トロッコそう乗れたのも嬉しかった。ね、なんかさ、舞台用語なのか知らないんだけどさなんかさ、あのさ、新しい用語をさ聞いてさ、なんかあのなんか卒業コンサートの連絡の LINE みたいなんがあって、でさ、そう、なんかフェラーリ、え、そうそう、なんで知ってんの、そう、フェラーリ、なんかフェラーリに乗るメンバーですみたいなのが来て、でなんかメンバーがフェラーリに乗るみたいなの書いてあって、最初みんながはいみたいな、フェラーリって何みたいな、フェラーリってあのなんか車のやつかねみたいな、そうそう、車、え、どういうことみたいな、そうで、あ、フェラーリ、え、違うよ、トロッコのことはフェラーリじゃないよ、トロッコはトロッコだよ。フェラーリっていうのは、そう、なんかあのさ、こうステージがあってさ、で花道があってさ、あのえ、そう、ステージがあって花道があって、で真ん中にさ、もう一個さ、四角いさ、四角形のステージがあったじゃん、正方形ので、その正方形のステージに直接出たりするんですよ。そこに直接出てきたメンバーとかいたじゃないですか。そのメンバーはどこを通ってきたかというと、花道の下を通ってきたわけですよ。花道のステージのこの下側をね。で、だいたいそのあのステージ150センチぐらい、花道150センチぐらいなんで、あの150センチってまあ女の子の身長平均よりも全然低いじゃないですか。だから私163センチあるんですけど、こう腰を曲げて歩かないといけないわけですよ、あの花道の下を。でその花道の下を歩いてセンターステージ、その真ん中のステージに出てくるんだけど、なんかフェラーリっていうなんか台車みたいなのがあって、なんか台車に座布団みたいなの乗けてあって、なんかそれのことフェラーリって呼ぶらしくて、その急いでるメンバーはその台車みたいに何に乗ってスタッフさんにこうガーってあの運んでもらうっていうのが、なんかそうフェラーリっていうらしくて、いやなんか舞台用語なのか分からんけど、そう、あの全然みんなの元には現れてない、あの舞台の裏にあるんですけど、そう、なんかその台車に乗ってメンバーが運んでもらうらしくて、私は使ってないんですけど、そうそうそう、私乗ってない、私は別にあの何ですか、そこに急いで行かないといけないわけじゃなかったんで、そのセンター、その真ん中のステージに、なんであの私は乗ってないんですけど、人力なの、そうよ、人力よ。スイーツありがとう。急いでなくても乗せて、みんなね、こう腰をね折ってね、こうやってトコ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 ってあの花道の下のところを通っていくんですよ。本当に腰が悪くなりそうマジでトコ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 、ゆっくりゆっくり行きます。ぶつけない、うん、なんかそのやっぱ頭をぶつけたらまずいから、まあ、ぶつけないのは前提なんですけど、こう角とかにはちゃんと発泡スチロールとかがこう何ですか、かぶさってあって、なんかまあ何ですか、そのすごい角角しい角なわけじゃないんですけど、やっぱり危ないのは危ないので、みんなね気をつけて、そう、別に真っ暗なわけでもない、
ある程度の明かりはあるけど、まあ薄暗いかな。惹かれたりしない？しないよ。そんな。しないですよ。私の見てないところで行われてたね、それは。いや、花道はね、結構ね、狭いのでね、狭いというか、花道の下、そうそう、コンサートの舞台裏メイキングみたいなの見たい。それな、なんかさ、 STU って結構あんまそういうのないからさ、あれだよね、発信してった方がさ、なんかみんなも気になるだろうしね。見せちゃいけんものあるか？いやないじゃないですか？わかんないけど。定点カメラめっちゃ、そうよ。定点カメラとか置いてあったな、お前。なんかさ、うちのお母さんがさ、感想を言ってくれたんだけどさ、なんかねお母さんがさ、なんかねみたいな、大きいコンサートならではって感じで、無謀の時に火が出たでしょって、あれなんかテーマパークのなんかそういう なんか舞台みたいで、なんかテーマパークとかってさ、こう火とか出るじゃん、なんかあれみたいで、なんかすごい、なんかすごかったみたいなやっててなんかショーみたいな、テーマパークのショーみたい なんかボーって燃える感じがショーみたいだったんです。どんな感想やそうですよ。普段の公園じゃ火は出ませんからね。そうですよ。火。えへへ、なんかさ、アンコールでみんながえへへで出てきたのもなんかね、すごいね、もうえへへ、みんながえへへで出てくるっていうね、あの昼なんですけど、シュールだった。
昨日のファイヤーあったからグリアリ結構暑かった。でもなんかさ、寒かった最初。なんかさ、今日さ、お話し会とかでさ、なんかさ、卒コンの、その、感想いっぱい聞いたんだけどさ、なんか、あのファイヤーで暖を取りましたって人がいたからさ、あの、卒コン寒かったのかなと思ってね、最初。空調が。なんかね、あの日によって暖かくなって、その、暖が取れたらしいので。寒かった、やっぱそうなんや。そうなんか、いやもうね、私たちはずっと暑かったので、なんか、あんまりなんか、その、客席の温度状況知らなくって。メンバーめっちゃ走ってた。なんかさ、その縦に使ってたからさ、ステージを。だからさ、花道が長かったね。私の手から火が出てる写真あった？私も見つけた。めっちゃ見てるよ。かめこさんの写真ありがとう。なかなかね、撮るの大変だよね。私の写真をもし載せてくださる方がいらっしゃったら、ハッシュタグ中村まいもつけて載せてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。結婚してありがとう。かわいいもありがとう。ちょっとハートもありがとう。ちょっと待って。とりあえず。あおさん、のすけさん、ゆずきちさん、まささん、ぴろみんさん、みやびさん、ミッキーさん、東京のスワンさん、くむねパパさん、福太郎さん、トールさん、こばっちゃさん、きなぺこさん、ありがとうございました。明日、花だれ公演、昼と夜、よろしくお願いします。明日はね、ちょっとね、開演自体が早いので、来られる方は気をつけてください。だるまありがとう。結婚してもハートもだるまありがとう。おやすみなさい。また明日です。Love you. おやん。またね。Thank you.またのー。